日本を取りますすの木でいよいよ田中角栄さんの登場ということですが田中角栄さんいかなる影響を自民民主党の中に起こしたんでしょうか日本はねまだまだ土地がありますよここに高速道路と新幹線を引いてだから日本列島を 改造論。まあこの人です。<laughs> 日本列島改造論でございますね。はい。新潟の方ですよね。そうですね。で、その池田さんのですね高度経済成長の恩恵が太平洋側ばっかりだったんですよ。やっぱりその資源がこっちから来るから。そうですね。で、はい、日本海側当時裏日本って言われていて全く発展しなくて。 雪深くて。だから、えっ、ー、と、彼はその新潟県民として、その富の不均衡ね、地域による、その、格差ですよね。そ,うそ,うそう全部、あの、均等に分配しようっていうことで、これが、あの、日本列島海藻。なるほど。まあ、そういう意味では、その、日本の中に、まあ、海藻というか、分断を生まずにやっていくための、まあ、もう一段高い豊かさの、その、 まあ分配ですね。うもう一段高い分配をこの国で起こそうとしたっていうことですね。はい。はい、彼のその独特のキャラクター。ええーうん。で、話が上手い。うまい。あの、今でも YouTube で見られますけども、本当にね、引き込まれる。引き込まれますね。うん、僕も YouTube で見たんですが、うん、これぜひ見てほしいですよ。うん、正直、その、政治家とは核あるべきっていうタイプの政治家ですね。うん、うん 自分の言葉で喋ってる。はい。本当にそうです。うん。彼は官僚じゃないです、まあ。叩き上げの、自分でね、建設会社を経営されてきて、はい、そこからのし上がってきた人ですから、経営不詳もあるんですね。はい。うん。あと、まあ、抜群の記憶力。あの、うん、会った人の名前を、 忘れずに記憶してたっていうのが逸話で残ってますが、ええ、まあそれほどすごい記憶力だったようですね。で、あの、大臣、大蔵大臣の時に、その、大蔵省の官僚たちがこう、出入りしますよね。その、顔と名前と、家族構成と、生年月日全部おいしっていう。 すごい人で, <laughs> で、君、奥さん、最近どうかねえなっていう話をすると、みんな、おと思っっ思ちゃ,うじゃないですかまあ見てくれてるっていうのは、すごく大きいですよね。でいつもその大臣室の扉が開いていて、いつも来いという感じで、うん、で本当にその東大卒の官僚さんたちをてかにしちゃったんですよね。 結構皆さん誤解があるような気はするのは官僚の人たちに対する誤解かなと思うんですが官僚の人たちって本当はこうよくしようとするリーダーにやっぱり浸水するしまあ人の人のために何とかしようっていうか行動しようっていう人は実際は多いですからね。そそもそも 日本を支えたいと思って、まあ入り口ではですよ。入ってきてる人が多数ですから、財務省に入って、いや、日本をこういじめ倒して、税金取り倒して、自分だけ良くなろうとかやって入ってる人はいませんので,で、そういう意味ではそういうリーダーっていうのは、まあ熱狂的に支持されたでしょうね。うん。うん、あと、中国ですよね。はい。それで、中国がロシアはソ連の真似して、 まあ、ガチガチの共産主義やって、はい、大失敗しまして、うん、大躍進って言ったの大失敗なんですよ、はい、<laughs> 合死者が数千万規模で出ちゃったというですねあ,ありましたねそうそうそう,そう恐ろしい合死者を出しましたねそ,<う>その時はソ連も同じようなことを起こしましたねだから毛沢東はあこれダメだろうってなって路線を変えるんですよね、うん、晩年に、うんうん、でソ連とは手を切ってまあ国境封鎖もあったし、はい、で アメリカ資本を呼び込もうということで、アメリカは当時ニクソン政権でベトナム戦争を終わらせたくて、北ベトナムバックにモータクトがいたので、じゃあ、お互いじゃあ話をしましょうってなって、ニクソンが北京に行ったのが72年。ところが、えっと、この時アメリカがミスったのは、日本に一言も相談なくやったんですよね。はい、まあ、要するに、属国と思ってるから <laughs>。はい。言う必要い捨て <laughs> ないということで。 田中角栄としては何だと、今までね、北京は敵だね言ってたアメリカが何で俺の頭越しに行くんだっていうことで、じゃあ俺も行くって言って、で田中はですねあの、北京に行って、握手したのみならず、もう国交結んじゃったんですよ、いきなり。アメリカは国交結んじゃいませんからね。 と今度アメリカがなんだ、田中はってなって、<laughs> 抜け消すな何だっなって、それであの急速にその日米関係悪化しました。プラス、田中はですね、日本の自立、独立のためには資源を自前で確保じゃいけないと。っていうのは、今もそうですけども、日本の,あのエネルギー資源が全部中東頼りで、で中東の油田ってアメリカ資本じゃないですか、ほとんどがね、うん。うんはい これは台北で他の例えばインドネシアとかから買えばいいのでという急速にその田中さんがですね、えー、アメリカ離れを始めた時に事件が起こってロッキード事件アメリカの飛行機会社ロッキード社から日本の全日空が賄賂をもらって、はい、でそこに田中が絡んでるという話がアメリカの議会公聴会で暴露されて。はい 日本のマスメディアが田中を叩けとなって結局、辞任に追い込まれ、うん、その他いろんなスキャンダルが絡みに出ましてで結局、田中はですね生成命をたたれとということですすで、うん、にアメリカによるメディア支配は終わっているわけですしやろうと思えばいつでもやれるという体制でありますからあもうちょっとこいつは降ろさないといけないなということだったんでしょうね。 力技に出てるのはそれほど田中角栄さんの人気があったっていうことなんでしょうかね。そこまでやる必要は通常ないじゃないですかおとなしくこう緩やかに終わらせることも可能だったのがかなり強引だったような感じがするんで。でこう,いう時動いたのがあの東京地検とそれから「えー、と文藝春秋」っていう雑誌ですね。は最近あの木原さんの問題では頑張ってると思いますけども、はい、まあそういう過去もありますねと。 そうですね、はいまあそういう会社のイメージは強いですねはい田中のすごいのはあのもう表舞台に出らいん,んですよところがあの派閥を作っちゃったんですね、うん、でその派閥っていうのはその彼が面倒を見る選挙の面倒を見るってことはお金をばらまくんです田中がですねその列島改造をやったことによって潤った建設業界が田中先生田中先生って まあ献金しますよね、はい、どん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 、はい、それを自分の子分たちにばらまくシステムを作ったんですよですから自民党の中に今度は田中派というグループができていてこれが最大派閥になっていくと、はいえー、本人は刑事被告人なんですよ、うん、<laughs> だけども田中派が一番強いから他の派閥はですねあの自分のところから主張を出すためには田中先生のご伺い立てないと何もできないということで っていうことでこのあと田中はですねあの人目白に屋敷があったんで目白の闇将軍という名にして、はい、でその自分の言いなりになるような他の派閥のボスを首相にするってことをやってきましたこの田中さんのこの手腕っていうのは本当にそのなんていうんですかねこう民間っていうか、うん、その人間心理を捉えた掴み方ですね、うん、本当にその官僚を飼いならしてその首相にするとかそういう次元をさらに超えた、うん、そう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 。 やり方ですね本当に人間とものを深く理解していたんでしょうね彼はね。いや本当にそう思いますね。今の人だったら正直そのお金が集まってきてそれをお金を配ってですねまた力を維持するなんていう意思を持つ人の方が少ないような気もします正直。自分だけお金持っててもういいじゃないというような動き。うん もうまあ、実際していますからね政治家もこの田中システムがですね田中亡きあともですねずっと続きまして90年代まで、はい、自民党はこれで動いてたんですよはいそれであの田中角栄はですね日本をこうしたいというビジョンがあったんですはい、うん、それは対米自立ですよところが田中の後継者たち竹下登とか、はいね、小沢一郎とかにそれがあったんですか、はい、ってなると うんって言ったんですよね。うん、うん。まあ、すみません。私のは、の所感ですけど、うん、いや、ないでしょうっていう話になるんですが。うん、まあ、ついに、竹下はないですね。全くなかったですね。いや、もう全然ないと思いますよ、うん、<直>まあ、ただばらまくだけ。うん、まあ、システムは、そのまま機能してましたけど。竹下っていうのは、その、田中角栄の金庫番って言われたんですよ。うんうん、うんうん、田中がですね、もう、表に出らんないって、見限って、裏切ったんですよね。<laughs> 裏切ってで田中派の中の多数派を握っちゃって竹下派っていうのを立ち上げたんですよ。はい、田中角栄がぶち切れてお前裏切ったなってなってそれでぶち切れた結果脳卒中起こして死んじゃうんですけども。もう相当頭に来たってことですね。ですからこのまあ田中直孝の田中派は僕は功罪考えたら罪の方が圧倒的に強いと思ってて。はい。はい。 あの後の歴代総理って全部この田中派が裏でやっつっていた鈴木善光とか中曽根康弘とか海部都市記とかです、ねはい、あの辺ですよね宮沢貴一かはいね、うん、まあでもあの当時、まあ、そうだよねっていうのはもうみんなにも透けて見えるような状態ではありましたよね、うん、そうですね。ううん。でまあ国民も、まあ、田中さん だけど、まあ、それはいいんじゃないのっていうような感じ、まあ、そういう空気感だったかなって思いますが、うん、それでね例外なく親中派なんですよ、はい、例外なく親中派それでなんでって思うんですよあの今の人はところがねあの頃の中国ってねあの素敵な国に見えたので僕も子供の頃中国っていいなと思ってましたのん,ん,ん,、うん、んかパンダを送ってくれるし <laughs> <laughs> ね、いつも熱烈歓迎とか言って日中行く日中行くって言ってくれたんであの頃中国に反日デモとかなかったんですよなああ確かに確かに全部共産党が抑えてたから、はい、つまり今は日本から金を持ってくる時だから絶対に日本をたくなっつって戦争のことも持ち出さないしいやなんていいとだと思ってたうんまあ今から見るとね信じられないかもしれないですけど当時はそうですよねそうでそれにそれで向こうに行って熱烈歓迎された議員さんや あの企業のトップがみんな身長話れちゃった、うん。なるんですよね。うん、まあいろんな意味で。いろんな意味でね。はい、うん。まあ維新の橋本さんもね、うん、中国に行ったらすぐ中国が大好きになりましたからねよっぽどいい,い,い思いですんでしょうね。<laughs> いやあんなに中国好きになれるんだっていうぐらい好きになられてますから、うん、ね。それで回数ガすも僕が残念なのは。 いいよいよソビエト連邦が崩壊すると米ソ冷戦が終わりますっていうあの,あの歴史の節目にその手たら日本の政治っていうのが田中派真鍮派が仕切っていて、はい、首相はみ,みんなロボットお飾りで何も決定できないだからあの時ちょうどソ連崩壊の時は海部都市っていう、はい、なんか一見さやかな首相で何も決定できない裏にいったのが小沢一郎ですからね まあ、うん、コメントは怒られますけど、いやだって海夫トシキがゴルバチョフと何話すんですか。<laughs> 確かにいや全くそうですね。はい。それでまあそこからあの小沢一郎の時代になってくるんですけども。うん